うしたんですか？国のお茶とお菓子が恋しい。まさかホームシック？いえ、それはただの食欲だと思いますよ。強くなれる。成長するもんだね。ここが旧樹荫研究所。お疲れ様。行こう。ここには研究員はいないのかい？警備の者以外人の姿は見えないようだが。研究施設としては放棄されているから、今では大きな資料庫みたいなもの。ちょっともったいないですね。私が使っている資料部屋があるからついてきて。ここといい、さっきの王立研究所といい、
もしかすると。ご想像の通りかと。ちょっと調べ物するから、君たちは。リリア？リリア？どうしたの？リリア！大丈夫？リリア？リリア？平気。心配かけて、ごめんなさい。あのね、お家はきっとこんな感じだったと思う。他には何か思い出した？お父さんとかお母さんとか。砂？砂？お外から帰ってきたら砂を落としてきなさいって怒られてた。細かい砂塵は実験の大敵。両親が研究者の可能性があるかもしれない。研究室と砂か。砂といえばトレクールは砂漠地帯だろう。そっちにも研究所があるとかないとか噂を聞いたな。トレクールに研究所？聞いたことないけど。国交のないトレクールになら、フィオーレさんが知らない施設が。学問の世界と政治は違う。耳に入らないわけがない。つまり学問の世界ではなく、国家が絡んだ軍事機密として隠匿されている可能性ならあるということですね。そういうことなら可能性はゼロじゃない。トレクールか。この戦争状態の中入国できるのか。ずうずうしいお願いだけど、ビクトルさんを頼れないかな。ビクトルさんを？もっと自分のこと知りたい。もっと思い出したい。とりあえず中央レスリアに戻ってビクトルさんを訪ねよう。まずはそこからだ。やるぞ。あ、それ。
強くなれる。さんにもらうなら料理がうまい女性がいいな。家庭的な女の子が好きなの。意外。君は料理できるのかい？たしなみ程度になら。でも将来の旦那様にしか作らないと決めているから。そりゃ残念。その旦那さんに嫉妬しそうだよ。ミキに頼んでみたら。あの子上手よ。うまいんだが俺には量が多すぎて。集合にしよう。私は子供です。だから天才だとチヤホヤされる。子供の頃は神童で、大人になったらただの人。私もそうなってしまうんじゃないかって。みんなちゃんと聞いてくれないんでしょ。君には深刻な悩みなのに。でも大丈夫。私も君ほどじゃないけど天才って呼ばれてた。どう？ただの大人に見える？うん。フィオーレは立派な研究者です。君は私の上を行く天才だから自信を持ちなさい。ソンさんって女の人好きですよね。誰だっていいわけじゃない。魅力的なレディが好きなんだ。例えばその私はどうでしょうか。もちろん素直で優しい性格、とても素敵だ。適当なこと言ってません？心外だな。君はいつもみんなを見てる。怪我人がいないか、疲れてないか、そういうのは相手を思いやる気持ちのある優しい人にしかできないものさ。ありがとうございます。お世辞でも嬉しいです。不安がらなくてもいい。そのうち相手も気づく。君の魅力にね。はい。フィデル、子供がいるよ。そりゃいるさ。みんな子供時代を経て大人になるんだから。フィデルも子供の時があったの？そりゃもちろん。私もフィデルが子供の時に一緒にいられたらよかったのにな。どうかしたんですか？いいえ、多分気のせいだと思います。ごめん。おっと、thank you.
じゃあ宿屋の前で集合にしよう。鳥さんにもお家があるんだね。私にもあるのかな。きっとあるよ。だから探しに行かないとね。この年でも成長するもんだな。なければいけませんね。でいいか。まだ知らないこともたくさんある。強く
お嬢ちゃんは料理が得意なのか。えらいな。エマーソンさんは料理はしないんですか。いや、コックに用意してもらってるから。自分で作れるようになると楽しいですよ。アンヌさんに教わってみたらどうですか。彼女じゃ理科の実験にしかならないよ。じゃあ、宿屋の前で集合にしよう。猫、いないの？猫はあったかいところで寝るんだね。ポカポカ、気持ちいいの？私もあったかいところがいい。冷たいところは嫌。みんなと一緒がいい。
じゃあ宿屋の前で集合にしよう。おちびちゃんにはまだ酒はダメだな。お酒好き？ああ大好きさ。変な顔して飲んでるのに。大人はそういうのが好きなんだ。変なの？人生の苦さに比べれば酒の苦さなんて。宿屋の前で集合にしよう。どうしたの、リリア？ミキの観察。私の観察？それで何かわかったの？ミキは可愛い。ありがとう。リリアも可愛いよ。じゃあ、宿屋の前で集合にしよう。お手伝いする？ありがとう、リリア。今は特に手伝ってもらうことはないかな。そう、本当ごめんね。何かあったらお願いするから。うん。